こんにちは、シュルルです。今回はレアリティコレクションクォーターセンチュリーエディションの相場情報第2弾をお届けいたします。最初に番外編を発表して、それからトップ30のランキングに移ります。なかなか興味深い結果になりましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速参りましょう。番外編、ランキング外降格カード一覧。前回トップ30にランクインしたものの、今回は外れてしまったカードですね。20位台前半のカードが3枚含まれていて、トロイメアユニコーンとエンシェントフェアリードラゴンは驚異の 45% 超えの下落率です。下落率ランキング第2位と第3位にもなってますね。それでは今回のランキングに進みましょう。第30位、溶岩魔神ラバーゴーレム、4300円。第29位、フェアリーテイルかぐや、4400円。下落率 30% 超えで順位もマイナス6位となりました。第28位、禁じられたひとしずく、4500円。第27位、ジャックナイツパラディオンアストラム、4500円。下落率 40% 超えで順位も大幅にランクダウンです。第26位、マスクドヒーローダークロー、4500円。第25位、強欲で貪欲なツボ、4500円。第24位、原始生命体にビル、ホログラフィックレア、4700円。まさかの下落率 50% 超えで下落率ランキングの第1位に輝きました。第23位、ラーの翼神竜スフィアモード、5000円。第22位、冥王結界派、5000円。これでランク外からの入れ替わり組が出揃いましたね。第21位、ハルフララエクストラシークレットレア、5100円。第20位、金満で謙虚な壺、5600円。第19位、マジシャンズサルベーション、5800円。このカードも 40% 超えの下落率となりました。第18位、拮抗勝負、6600円。ようやく全回避プラスが登場ですね。第17位、ゴーストリックの打天使、6800円。第16位、ダーナードマジシャン、7300円。第15位、原始生命体にビル、7600円。コロは大暴落でしたが、クォーターセンチュリーは普通なんですよね。第14位、あやめの双剣士、8200円。第13位、神聖魔工房セレーネ、8400円。第12位、墓穴の指名者、9100円。上昇額、上昇率ともにわずかですが、一応3位ですね。第11位、心変わり、9900円。第10位、マギストスメイデンアルテミス、12000円。上昇額、率ともに第2位のカードが早くも登場です。第9位、
フルールドバラネス12,300円。第8位、屋敷わらし12,800円。第7位、エフェクトベーラー17,500円。第6位、無限法要19,300円。さあ、次からトップ5の発表です。第5位、ハルウララホログラフィックレア25,800円。下落率はそこまででもないのですが、下落額は第3位の7900円となりました。第4位、ドラグマの聖女エクレシア26,900円。今回の下落額第1位のカードですね。第3位、増殖する G 33,900円。第2位、ハルウララ69,400円。エクレシアとわずか100円差の下落額第2位です。第1位、トップレアフーレイバイシリーン75,400円。プラス12,000円かつ 20% 近い上昇率は脅威ですね。ウララと違ってエクシクはランク外でしたが、クォーターセンチュリーは急上昇を見せました。それでは一覧に移ります。ウィーンが全てを持ってったような結果になりましたね。この前のドラギアスもそうでしたけど、トップレアの急上昇パターンが続いて驚いてます。それとホログラフィックレアのニビルが大暴落したのも気になりました。推測でもいいので、理由がわかる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。本日は以上となります。最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。